相づち、ね、というと「えとか「はい」とか「そうなんですね」というふうに、まあ、声を出しがちなんです実はですね声を差し挟まずに相手の話を邪魔をしないといううなずきこれがこうそうする場合が結構多いんです。こうやって である程度ですねうなずいた後に「それは大変でしたね」とか「初めて聞きました」「なるほどそうでしたか」というふうに「a とか「はい」ではなくてきっちり文章で返すととても感じがいいんですね。で大切なのは黙ってうなずいてていいんですけどしっかり相手の顔を見るということです。こうやって で,できればその時に口角をグッと上げると笑みをたたえた状況で笑みをたたえたような表情でうなずいているのが見えますのでとても感じがいいんですね。これれあののののテレビビアナウンンンサーのインタビューのシーイタュシを思いい出していただければよくわかりますコメンテーターの方が何か答えを言っている時にアナウンサーが「はいはいええー」ってほとんど言いませんよね。それは コメンテーターの方が言っているそのお話を邪魔しないようにしているわけですそこで「A とか「はい」とか言ってしまうと途切れちゃうんですね話が最後まで話をさせるために自分の声を差し挟まない邪魔をしない相手,の極意その2相手の言っていることを反復もしくは言い換えるこういう例があります。 花粉症ですかそれはお辛いですね最近スポーツジムに通い始めたんです運動を始められたんですかそれはいいですねまあこのようにですね言葉を繰り返すあるいは言い換えてあげるとあ私の話ちゃんと理解してくれてるなぁという印象を与えることができます これはですね、よくコンサルタントの方とか、あるいは心理学者の方とか、カウンセリングをされている方は対応するスキルだそうです。相づちの極意、その3。相づちにきちんと感情を込める。例えばですね、へーとか、そうなんですか。驚きました。大変でしたね。そうなんですね。まあ、こういうふうにですね、ちょっといつもよりオーバーめに リアクションすると、ま、たその人の気持ちが乗ってきてさらに喋ってくれるんですねじっくりと話を聞いて私のことを理解してくれているそして今話題の共共感感力でですね私の気持ちに寄り添って共感しててしくれいいるるととうメッセージを伝えることができますまあ明石家さんまさんなんか「ほんまでっか嘘つけほんまかいな」というふうに関西人の方はですね非常にこの、まあ、エモーショナルに感情を込めてリアクションできるんですけども。 まあ、なかなかね、恥ずかしくてできないという人も多いと思います。そこを一歩ぐっと踏み込んで、相手との距離を縮めるためには、相づちに、ちょっと普段よりも感情を込めるようにしてみてください。共感力を高めてください。相づちの極意その4。冒頭に、いや、でも、そうじゃなくてという否定語をつけない。私、あそこのカフェが大好きなんです。いや、あそこいつも混んでるよね。 この間話題のドラマ見たんですけど視聴率良くない割にすっごい面白かったんです。いやそうじゃなくてあれは脚本に問題があったと思うんだよね。まあ、というふうにですね冒頭に否定語をつけちゃう。いやでもそうじゃなくて口癖になっている方結構いらっしゃいます。まあ、当然のことながら私の言っていることを頭から否定されているという気持ちになると不愉快ですよね。ここはどうしたら言うかというと 私あそこのカフェが大好きなんですそうなんですねえどういったところが好きなのというふうに質問をしていくんですねまあ、否定をするということは自分の意見があるということですからそれは肯定をした後に自分の意見を改めて言うというふうに展開していくと自分もストレスがたまりませんこう言えばよかったんですねこないだ話題のドラマ見たんですけど視聴率が良くない割にすっごい面白かったです そうなんだすごく面白かったんです、ね、まあでも僕としては脚本に問題があったかもしれないと思ってます。というふうに一旦受け止めて肯定をしてから改めて自分の意見を言うというコミュニケーションにしてください。そうすれば自分にストレスもたまりません。話も弾みます。是非冒頭には絶対に否定語をつけないということを気をつけてください。癖になっている人が多いです。 いかがでしたでしょうか。今日のレッスンは以上です。ぜひですね、自分が話すより相手の話をよく聞いてあげてください。さてさて、クリスマスということですので、ぜひチャンネル登録、高評価、何よりですね、私にこんなレッスンをしてほしい、こんなことを教えてほしいというコメントのプレゼントをお待ちしております。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回のレッスンでお会いしましょう。バイバーイ。